警視庁の問題が2022、日常使う表現とか出てくるからね。だからすごいむずい問題解ける子たちがここ落としてたりするから、有料で見た動画結構出ます。おはようございました、もちつチャンネル。さあ今回はハウゼア、一体何回も登場しているのか、ほぼほぼお蔵入りになってるのか分かりませんが、はい、見ていきます。慶応です。警視庁の問題が2022やってなかったんで、はい、最初が10分の6。はい、はい、ああ、sure enough 知らなかったか。sure enough 知らなかったです。はい、よくつくやっぱね、日常使う表現とか出てくるからね、はい、それは受験勉強だけど分かんない人たちいっぱい出ちゃうのが、まあ特徴ですね。まず1回出たのを覚えて。じゃあもう間違いない。はい、sure enough。遅いわ遅いわ、振ったのにちゃんと「はい」言っちゃったよ。「Sure enough」って答えてほしかったわけですね。ああ、めっちゃ使うのが「なんとか enough」って出るよ。よく出てきて別に意味がない。ああ、そうです。なんかこれ予想通りみたいな意味で出てました。「Sure enough」なんか結果、あ、後ろ続くのか。後ろ続きます。じゃあなんだ、あれじゃないんだ、会話じゃなくて、会話じゃないんだ、文頭にあるそうパリズムがいいな。はい、あります。で、次が、ダイヤモン2が9分の4。これは痛いだ。いや、これ痛いですね。いや、2022年でだよ。はい。2022の賞は簡単だよ。いや、そう、4円先したんですけど。なるほどね。質問で落とされます。はい、次、第3問が9分の6。はい。3落としたか。テンタティブでいい。はい。なるほどね。あ、これ少なくね、知ってた方がいいですね。これ。はい。で、ほんとマーチまでと全然違うんで、知ってなきゃいけない知識の量が。そうですね、それは実感。はい、次が大門4が7分の4。文法ですね、これ。なるほど、文法が無理か。いや、これを、まあ、文法とイディオムみたいな、うん、これとかちょっとだから、これをそうサッチアズだっていうふうに丸暗記してる人たちにアズサッチはやってくるから、引っ掛けとして。いや、そのアズサッチそういうものとしてみたいな意味でしてたんですけど、これ特殊な形のアズサッチ。別に特殊じゃないよ、これ。特殊じゃないですか。これイディオムじゃないんですか。そうやって呼べるものはないだから、全然そのままじゃん。そういう、あ、知ってた、知ってたのに間違えた。そうそうそう、だからイコールなわけでしょ。あ、そうだ、そうだっていうのとイコール。ただこれはめっちゃ間違えた人多かった。続いて、これなんかない、著作権で。著作権ってないのか、問題に載ってないじゃあできないじゃん。そうですね、大問5はネットにも載ってないんで。そうなの。はい、それ、その大問なしで採点ってこと。なしで採点。ああ、つら。はい、続いて大問、まだこっちもあるか。大問6、4分の2。短いやつだよね。これ難しい。いや、簡単だったんだけどね、22年は。簡単ですか。だって俺のほら、好評動画出てる。次が7が6分の5。いや、次だね、やっぱ問題5分の2。ここがやっぱ文法がよ。いや、知ってるよ、これで苦手な人たちはいる。やっぱ早慶クラスやってた時も結構いたんだけど、それなきゃダメです今回は変形ができなかったです。変形できないです。プレジャーとかね、使っちゃうんだよね、これね。これはでも、いや、できる人がすっげえ簡単な問題だから。やっぱ見てないと出てこない。そうだ、アウトプットできる人、超簡単なの。でもやっぱり、インプットしかできない人たちは、むずいって言ってたもん、教えてる時に。だからすごいむずい問題解ける子たちが、ここ落としてたりするから、やっぱ違うんだな、アウトプットって。採点式出たんですけど、ここ結構大事っすね。なんか、問題いっぱいあるんで、ここ、後ろだけで10問以上あるんで。で、だからすごいみんな時間かかるけど、めっちゃ早く終わるからね。だから警視庁は時間が足りないってみんな言うんだけど、警視庁はめっちゃ時間余裕なんだけど、早稲田と比べてって思うんだけどな。はい、はい、でまあちょっと正確にはできないけど、51分の31、60%と。はい、はい、60%。痛い。22年でか。だってこれが早慶の中で一番簡単な問題だからね、2022年。はい、いや、やっぱ知識きついっすね。そういうことなんですよ。だから早慶の一番簡単な問題でこれだってことです。はい、いかに早慶が難しいかっていうことですね。はい、続いて論文テスト。はい、22分の22。あ、全部合ってるじゃん。この年はそんな難くなかったです。もう続いて15分の12。あれ、これは数字がいっぱい並んでますけど。計算。まあでも2ミスなんで、まあそうそう、計算でね、振り落とすからね。計算ってこれもボンミスなんですけど、ボンミスってダメなんだってボンミスで人生変わっちゃうかもしれないから。はい、ということで37分3491%した。おっ、まあ 91% 取れたんだから、まあよかったじゃないですか。まあやっぱ警視庁は英語で勝負なんで、そんな差はつかないから、多分論文テスト英語簡単なんだって。いや、簡単っすね。21年は難しかったですけど、22年は。はい、ついていきましたね。最初世界史の第1問が25問で21と、はい、わあ書きね、かなり大変だね。通定歴書、そうですね、これ全部覚えないといけないやつだからね。結構中国の文化、李自陳、徐光慶とかでしょ、全部覚えないといけないよね。多いですね。李自陳、徐光慶、宋銭、中国名ですか、外国人の名前とかじゃないですか。どういうこと？いや、なんか今協力して書いたみたいにいるじゃないですか。ああ、半蔵項目の生前書、推定歴史、これ全部ちゃんとつなげて覚えないといけない。いや、ちょっと中国文化手薄気味の感じ。李自陳、徐光慶、宋銭、徐光慶だったから。そうです、なんか2個書いてる人います。佐藤教先生の歌で覚えたから。結構言うてるの見てるんですけど、面白いでしょ。はい、いやでも結構なんか早稲田の教育のなんか結構深めの性格とかであるじゃないですか。役にこれ言うてるで見たぞみたいな、結構出ますね。よかった、さすが先生、めちゃくちゃ研究してますから。結構出ます。ほら見ておかないともったいない。今度は早く出そう。でもな、そうマーチ早めないといけない。缶が多いんで今から見たら間に合わないかもしれないです。そうね、日本弱いよ。日本全くやってない。日本弱いよ。25分の21、はいや、とか日本弱いっていうか、これつまり一般常識みたいなやつだからね。いやでもむずいな、なんとかついてないですか。次が3が27分の23、はい、また民族自決出てるね。そうですね。あ、無併合、無賠償、民族自決、これめっちゃ大事。ソ連のめちゃめちゃ大事。民族自決だけちょっと別の入れちゃってます。応用で総計レベルまでやってるから、世界史は単語に関してはめちゃくちゃ詳しいよ。一問一答やってる。一問一答もうすげえ覚えてる。自分やってないんで、一問一答。西園寺公望とかね、小村寿太郎とか絶対総計だって覚えなきゃいけないから、やんなきゃダメだよ、もちろん。原敬とかね、はい、だからこういうのをさ出しておけばさ絶対間違ってくれるから。でも日本史の人たちからすると超簡単なわけで、はい、まあ確かに超楽勝じゃんっていうのでよく起こるやつ、テレコにされる。だから向こうもその日本史でだから世界史の用語出されるとみんなめちゃめちゃ困るっていう。はい、ということで世界史が77分の65、84% を取れた。はい、まあやっぱ英語だけ昭和きつい、いや実力はついてきてると思うんでね、だからきたいなこれ。いやでも小学部やばいんですよ、倍率が。全然取ってくれないんだ、B 方式は。あ、そうだね、確かに。それでやられた人多かったしね。きつい、一番なんていうんですか、向かいにくい学部だと思います。なるほど。続いて2020年いきます。最初が10分の8、あ、セオドア・ルーズベルトね、ローズベルトにしてください、今の時代は。そうですね、世界史も世界史もローズベルト、ルーズベルトじゃない、解説書いた方。続いて第2が8分の4。いやこれちょっと、いやこれもあるんです。読めてる感覚があるのに、ああ設問で落としたみたいな。なるほどね。やっぱ説もむずいですね。そうね、やっぱこれが総計なんだよね、むずいんだよね。てかマーチは取れなきゃダメだよ、そういうレベルないのに取れてないよ。が9分の7、はい、あ、まあ確かにこの辺の単語ねできなきゃいけないからね。インボークとか長寿、そうです、インボークよく出ます。はい、ビジネスにおける倫理、そうビジネス系出るからね、小学がね、やっぱ出やすい、偏りという傾向があります。第4問が6分の4、文法。続いてが7分の6、お、これは取れてますね。これ単語挿入。ここ取り物っぽいですね。で次が4分の2、次が6分の5。こっち変形ですね、最初に。ああそうだね。あ、1個落としたか。何したの、アベイアビリティ。アベイランスみたいな。はい、書いた人多かった。続いて5分の5はできてますね、全部。そうだ、取り物だから本当に。後ろ。結構鳥もんっぽいですね。鳥もんなのに全然できてないじゃん、今までの。簡単なんだって。なんで55分の41、74%。後ろ取ると上がります。続いて論文テストですね。はい。第1問21分の16。取れてます。まあまあって感じかな。続いてが22分の20。はい、計算微妙なんですね、またね、またこれは普通に分かんない。なんでまあ43分の36が 83% と、はい、はい、簡単なものですから。そうですね。続いて世界史いきましょう。第1 24分の22、おお、はい、これははいはいはい、苦手ではない。サマルカンドの戦い、サマルカンドヘラートっていうなんか、ティムール朝の王朝、都2つかけ、2つ書くとか。続いて第2問が24分の18、あ、そうなんだ、意外と落としたな。裏もいっちゃう。コンゴ、あー、アフリカね、きついよね、こういうの。コンゴは知ってるんですけど、コンゴ自由国ね、自由国まだ覚えなきゃいけないのが。アフリカ史めっちゃ覚えたわ、大変だった、書けないです。次が23分の16、ここがちょっとということで71分の56、78% と。はい、やっぱりまあ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 、俺だったらそうですね、20年度だったらいける。はいはいいやどう、まあ、わかんないですけど、まあ結構取れてるもんねこれは。まあでも簡単なんで、他の文とかよりは、うん、そうそうそう簡単ですよそこ。小のやっぱりね取れてほしいんでね。英語ですかねやっぱり。そうね、開始と論文ですとそんなにミスるとかない、うん、はい、いやなるほど、そういう感じだったんですね。頑張ってほしいと思います、はい、頑張ります。応援してあげてください。はい、これで給料なくなるから。はい、じゃあはい、ご視聴ありがとうございました。テキワチン。